本日はクーデター以降3年間も続いているミャンマー民主化運動についてのお話です。今から3年前の2021年2月1日はミャンマーの指導者アウン・サン・スー・チーが率いる民衆政府2期が発足する新しい議会の会員日でした。しかしその日にミャンマー軍部がクーデターを起こし、民主政府に対するミャンマーの希望が絶望に変わりました。最高司令官のミン・アン・フラインは軍部を率いて首都のネピドーをはじめとした主要都市を占領し、軍部は不正選挙を理由に権力をミン・アン・フライン最高司令官に移譲すると述べました。同時に軍部所有の放送局は不正選挙に対応して1年間非常措置を断行するとして非常事態を宣言し、国家権力が移譲されたと明らかにしました。アウン・サン・スー・チーは直ちに腐敗及びその他の犯罪容疑で軍事政権に逮捕され刑務所に収監されました。つまり軍部が武力を通じて国を掌握したのです。ミャンマー全域ではクーデターに抵抗する大規模なデモや民主化運動が行われました。医療従事者、銀行家、教師を含む数万人の市民が出社を拒否しデモに参加しました。初期のデモは少数民族の武力闘争を除けば平和的に行われましたが、ミャンマー軍部は彼らを無慈悲に鎮圧しました。その後国際社会の制裁と圧迫にもかかわらず、現在まで国家非常事態を延長しながら執権を続けています。しかしミャンマーの国民も屈しませんでした。クーデターから約2ヶ月後の2021年4月、ミャンマー国民は抵抗運動の中心である国民統一政府を構成しました。そして5月には市民防衛隊を創設し、春の革命という名の武装闘争を始めました。民主政府を望む市民とミャンマー軍部の衝突でデモではなく内戦が始まったのです。ミャンマー内戦は現在も続いており、数多くの死傷者が発生している状況です。ところが最近ミャンマーの軍部が崩れていっているという話が出ています。これを断片的に見られるのがミャンマーの強制的な徴兵です。ミャンマーは従来の歩兵制から男性と女性の両方を対象とする徴兵制に変わりました。軍服務期間も最低2年から最大5年です。ただでさえ政府に反感が強い国民が軍隊に入隊しようとするでしょうか。現在ミャンマーの人々は徴兵を避けて他国に行くか、それさえもできない状況の人々は隠れています。タイに行ってみるとミャンマー語の看板はもちろん、ミャンマー人を簡単に見ることができ、デモがタイで行われたりもします。そもそも軍部が徴兵制を実施した理由は、反政府軍が起こした1027作戦で軍部が守勢に立たされたからだという分析もあります。ミャンマーの状況をよく知らない方々なら、なんでミャンマーがこうなったのかと思うかもしれませんが、ミャンマーはずっと以前から軍事政権が統治してきました。市民が軍部によって抑圧されるのは今に始まったことではありません。非軍部政府が指導していた2021年までも軍部の力は依然として強かったので、事実上クーデターは予見された状況でした。ではミャンマーではなぜこれほど軍部の影響力が大きいのでしょうか。これを知るためには20世紀に遡る必要があります。第二次世界大戦後、ミャンマーは1948年にイギリスから独立しました。当時ミャンマーはミャンマーの最大民族の名前であるビルマと呼ばれていました。独立当時ミャンマーは議会制民主主義を採択していましたが、わずか14年後の1962年ネ・ウィン将軍が起こした軍事クーデターで権力を掌握したことでミャンマーの軍事政権が始まりました。ネ・ウィンは権力を握り一党独裁体制を採択しました。クーデター以前までミャンマーは豊富な地下資源と穀物の多い資源保有国、特に東南アジア最大の米生産国であり、国連事務総長を輩出するほどの国際的見識のある国だという評価を受けました。また成長可能性が高い国という評価も多くありました。しかしクーデター以降、ネ・ウィンが外部世界からミャンマーを遮断する孤立主義外交政策を展開し、ミャンマーの未来は急激に暗くなります。特に1974年正式に社会主義体制を施行する憲法を制定し、ミャンマーの経済状況は急激に悪化しました。また闇市場経済まで定着し、ミャンマーの経済は瞬く間にアジア最貧国水準に転落してしまいました。ですが本当の問題は経済でした。ネ・ウィンは腐敗はもちろん、ミャンマーの通貨に関する政策を勝手に変え、国民は災難に近い被害を受けました。さらに食糧不足まで重なり、1988年には市民たちが大規模なデモまで起こしました。
反軍部デモは1962年のクーデター直後だけでなく、1975年、1976年、1977年にも発生しましたが、1988年のデモは単に体制に対する反感だけでなく、経済まで関連していたので、その規模と影響力が圧倒的に大きかったと言われています。1988年8月、軍隊は殺傷力のある武器を使ってデモ隊を強く鎮圧し始め、1988年末には軍部が数千人を殺害する状況まで至りました。当時、少なくとも3000人が死亡し、数千人が離散民となり、ミャンマー軍部のイメージは悪魔のように描写されました。しかし、ソー・マウンという将軍が軍部内でクーデターを起こし、国家法秩序回復評議会を構成することでイメージ変化を試みました。また、1989年6月18日には国名もビルマ連邦社会主義共和国からミャンマー連邦に変えました。そして1990年5月、約30年ぶりにミャンマーで初めて多党制選挙が行われました。この時、野党で登場した指導者がアウン・サン・スー・チーです。アウン・サン・スー・チーはミャンマーの独立運動家アウン・サン将軍の娘です。アウン・サン・スー・チーはイギリスのオックスフォード大学で政治、経済、哲学を学び、1988年病気になった母を看護するためミャンマーに帰国し、軍部に対抗する大規模なデモ、いわば8888民主化運動に参加しました。数千人の学生、社会人、さらに僧侶まで街頭に集まり、民主主義改革を要求する中、アウン・サン・スー・チーは、父の娘として私は怒っていることすべてに無関心でいられませんでしたと演説したことで人気を集め、民主化運動の象徴となりました。そしてティン・ウなどとともに国民民主連盟を立党し、先ほどお話しした1990年5月に行われた総選挙で国民民主連盟が全議席492席中392席を獲得する圧倒的な勝利を収めました。しかし軍部は権力の移譲を拒否し、アウン・サン・スー・チーを6年間の自宅軟禁に課しました。1995年7月、自宅軟禁が解除されましたが、2000年9月、移動禁止措置を拒否し、マンダレーに訪問しようとしましたが、再び自宅軟禁に処されました。それから2年が過ぎ、自宅軟禁が解かれましたが、アウン・サン・スー・チーはわずか1年で支持者と政府の支援を受けた暴力団との衝突が発生し、投獄されました。すぐに帰宅が許されましたが、事実上3度目の自宅軟禁と同じでした。時々 NLD 党の関係者や少数の外交官と会うことができましたが、2人の息子と夫に会うこともできず、ほぼ独房生活を過ごしました。ちなみにアウン・サン・スー・チーの夫は1992年3月に癌で亡くなりましたが、夫が危篤になると軍部からイギリスへの訪問を許可したにもかかわらず、スー・チーはこのままミャンマーを離れると帰国が許されないと思って断りました。ミャンマーはスー・チーが軟禁されている間も様々な事件がありました。2007年には燃料価格の高騰で社会が騒がしくなると、僧侶たちが主導したサフラン革命が起こりました。これもまた軍部の強制鎮圧により多くの僧侶や市民が死亡しました。こんな中、2008年5月には20万人に達する国民が死亡、または行方不明になるミャンマー史上最悪の自然災害が発生しました。台風がイラワディ川デルタ地帯を襲い、ミャンマーの穀倉地帯が莫大な被害に遭ったのです。この時、国連をはじめとする国際社会はミャンマー政府に援助とさまざまな人道主義的協力を提案しましたが、自国の劣悪な事情が海外に知られることを恐れていたミャンマー政府は、100万人の国民が家を失い放浪者になったにもかかわらず、薬や食料、寝具などのすべての支援を拒否しました。この話が世界に知られ、国際社会の圧迫も強くなると、ミャンマー軍部は国民投票を行い、部分的な民主化を実施しました。2010年の総選挙は不正選挙という疑惑もありましたが、軍部の支援を受ける連邦団結発展党の勝利で終わりました。軍部の支援を受けているとしても部分的に民主化となったので、議会は最低限の正常な姿を持つようになりました。2011年には1988年から20年以上も執権してきた新軍部が公式的に解散し、連邦団結発展党に権力を移譲したことで NLD 党も政界に復帰しました。そして4年後の2015年、1990年以来ミャンマーで初めて公開的な総選挙が行われました。この選挙で NLD は上院下院すべて圧倒的な勝利を収めました。
しかしアウン・サン・スー・チーは法的に大統領になることができませんでした。なぜなら当時のミャンマーの憲法によると、外国人配偶者がいる人は大統領になれないからです。その結果、2016年3月15日、1962年以来初の非軍部出身のティン・チョーが大統領に就任しました。アウン・サン・スー・チーは特別役職の国家顧問に就任しました。国家顧問はミャンマー内で首相と同じ地位です。役職と関係なく、アウン・サン・スー・チーは事実上国家最高指導者の役割を果たしました。ですがアウン・サン・スー・チーも国際的に厳しい視線が注がれています。その理由はロヒンギャにあります。ロヒンギャは主にミャンマー西部にあるラカイン州に移住しているインド・アーリア系の民族で、ミャンマー軍はロヒンギャ武装勢力に対応するという名分で数千人のロヒンギャを殺害したり村を燃やすなど恐ろしい討伐作戦を実行しました。事件発生から1年後、 UN 真相調査委員会はこの事件を宗教・人種・部族を絶滅させる重大な犯罪、民族浄化の代表的な例と規定しましたが、アウン・サン・スー・チーはロヒンギャの武力使用に対する不可避な対応だったと軍部を擁護する発言をしました。これによりノーベル平和賞の剥奪の話が出たり、アウン・サン・スー・チーを支持していた多くの支持者が離れたりもしました。しかしミャンマーは国家正常化に対する期待が大きかったため、国際社会の非難に過ぎませんでした。時は流れ、2020年11月、ミャンマーは2回目の民主的総選挙を行いました。 NLD は476席のうち396席、なんと 80% も超える得票率で圧勝しました。連邦団結発展党は総選挙が不正選挙だと主張しながら、軍部の監視下に再選挙を行うことを政府に要求しました。しかし国際選挙監視者や選挙委員会側は、今回の選挙で不正行為は見られなかったとして、再選挙や再集計はないと明らかにしました。2021年1月にはアウン・サン・スー・チーが新しい内閣でも国家顧問を維持するとして憲法改正を示唆しました。つまり事実上の指導者の役割を続けていくということです。しかし本当の問題は憲法の改正です。軍部にとって憲法改正は譲られないものなのです。2008年、軍部政権により制定されたミャンマー憲法には、内務、国防、国境警備など3つの治安関連部署の首長を軍部が務め、政府を牽制していて、全議席の 25% を軍部に割り当てることを保証しています。この憲法のおかげで軍部は軍事力を維持することができました。同時に NLD が大半の議席を占めていても、軍部の同意や支持なしではいかなる決定も難しいということです。なので憲法改正をすると、 NLD が望んでいること全てが可能ということで、軍部は権力が弱まり、既存の首長はどういう刑罰を科されるか知らない状況です。アウン・サン・スー・チーが憲法改正を要求したとき、ミン・アウン・フライン最高司令官は当然拒否しました。しかしこの流れを防ぐことは難しいと判断した軍部は、武力で解決しようと決め、2021年完全武装して首都を占領し、クーデターを起こしました。軍部の軍事力はいかなる牽制もなかったが、致命的な憲法改正を進めようとしている。先ほどクーデターが予見されていたとお話しした理由です。アウン・サン・スー・チーが憲法の改正を示唆したとき、多くの専門家がクーデターの発生を恐れていました。クーデター以降、平和デモが行われましたが、ミャンマー軍部の鎮圧により武装闘争につながり、ミャンマー内戦まで発展しました。NLD の指導者たちは国民統一政府を樹立し、一部の軍幹部が市民軍の味方となり訓練を手伝っていますが、ミャンマー軍部に対抗するには力不足でした。現在も少数民族が多くいるミャンマーの国境地域だけでなく、マンダレー、ヤンゴンのような中心都市までミャンマー全域で衝突が発生しています。これによって数千人の民間人が周辺国のインドやタイに避難しています。さらに最近ミャンマーではパスポートの申し込みの競争で2名が圧死した事件まで発生しました。人々は離れ、軍部が強力に制圧中なので、ミャンマー内戦は軍部の勝利で終わるのでしょうか。先ほどお話ししたように、まだ結果を知ることはできませんが、だんだん軍部に不利に流れています。軍事独裁国家になったミャンマーという記事が出るほど、軍の圧勝を予想していた当初の状況と現在はかなり違います。内戦が続いた2年間、ミャンマー軍部が行う人権蹂躙の中で、ミャンマー市民軍はこれといった成果を収めることはできませんでしたが、最近はミャンマー軍部が武装対抗団体に多くの領土を渡した状態です。
亡命政府を辞任するミャンマー国民統一政府によると、現在抵抗軍は全領土の6割以上を占めた状態です。内戦が長く続き、軍部の統制力も弱まっているように見えます。最初にお話ししましたが、最近ミャンマー軍部は今まで軍部抵抗運動に主導的な役割をしてきたミャンマーの青年たちに強制徴兵令を交付しました。アメリカ平和研究所のジェイソン・タワーベルマ担当者は、少数民族の武装組織に幾多も敗北した状況で強制徴兵令を施行するということは、現在ミャンマー軍部がどんな絶望的な状況なのかを表すと説明しました。つまりもう軍部には命がけで戦える軍人があまり残っていないということです。さらにミャンマーの青年たちは軍に連れて行かれないために国外に脱出したので、徴集も失敗したと言っても良いでしょう。ミャンマー青年の脱出行列は内戦に大きな影響を及ぼすと予想されます。なぜならミャンマーから脱出した青年たちは周辺国に向かうことになりますが、そうなると周辺国では急な難民増加による様々な問題に直面することになり、これはミャンマー軍部に対する不満につながるからです。治安が良い国でも不法滞在を防ぐことができない問題なので、タイやインドでも不法滞在を防ぐことはできないでしょう。もし軍部が武力を動員し市民軍を徴収したとしても、軍隊の士気低下の解決には効果がなく、新しい兵力の訓練だけでも数ヶ月がかかると見られます。そして軍部に対する不満がある状態で強制徴収された青年たちが内部でどんな問題を起こすか誰も知りません。こう見ると軍部が負けているのではないかと思うかもしれませんが、軍部にも当てにしているところがあります。それは中国です。ミャンマーは中国の一帯一路の参加国でありながら、海上貿易とインドの牽制に革新的な位置にあります。実際一帯一路で重要な課題の一つがミャンマーの港湾使用権の獲得と鉄道の建設です。アウン・サン・スー・チーも親中政党があり、 NLD 自体も中国に反感を持ってはいないように見えますが、問題はミャンマーの人々の反中感情が強いということです。ミャンマーにある中国工場に爆弾が爆発する事件まであるほど反中感情が激しいので、ミャンマーが正常化すれば大多数の国民が持っている中国に対する反感のためでも結局アメリカ側につくしかありません。そのため中国はミャンマー軍部を支援しています。逆に反政府軍の兵器からアメリカ製が見つかり、アメリカが背後にいるのではないかという疑惑もあります。これが事実なら、ミャンマーの中で小さな新冷戦が起こっているようなものです。ですが最近中国が軍部だけでなく反政府勢力まで支援するような姿を見せています。理由は簡単です。どちらが勝ってもミャンマーに対する影響力と関係を維持しようとするのです。または中国はすでに軍部が敗北に直面しているという結論を出したのかもしれません。果たしてミャンマーの未来はどうなるのでしょうか。ミャンマーに平和が訪れることを心から願います。ミャンマー内戦についてでした。